どうもこんにちは、スタイルズの矢野と申します。今日はですね、ネクストクラウドとリブレオフィスオンラインお話をさせていただこうと思っております。リブレオフィスオンラインはね、皆さんよくご存知の通りですね、ウェブ画面でこうオフィスが見られる、そういう機能でございます。で、なぜこうネクストクラウドなのかと、そういう話をですね、今回はちょっと話をしたいと思います。こちらの内容は後ほど、もうアップされてるんですけど、スライドシェアにアップしておきますので、メモとか多分いらないと思います。はい、今日の講演内容は、こんな感じになっております。まずネクストクラウドの紹介ですね。そして、おすすめのインストール方法をご紹介して、日本とちょっと事例を話をしたいと思っております。途中デモとか入れてですね、こんな感じで使えるんですよという話もできればしたいなと思っております。はい、ちょっと宣伝なんですが、弊社の紹介をさせていただきます。私、スタイルズの矢野と申します。株式会社スタイルズという会社で働いておりまして、ネクストクラウド、オンクラウド、こういうソフトウェアを取り扱っております。オンクラウド、ネクストクラウド何っていう方は多いと思いますけれど、そのあたりはちょっとよいお話をさせていただこうと思っております。皆さんお持ちのリブレオフィスオンラインの袋、受付の時に皆さん受け取ったと思いますけど、その中にですね、アイクラフトさんもネクストクラウドとかでは、サポートしますみたいなこと書いてますけど、はい、それと同じようなことをやってます。で、もともとはですね、オンクラウドっていうのがありまして、それを2012年ですね、オープンソース OSDL マガジンのところにあったっていうのが、一番最初でございます。これね、7年になるんですねという感じですね。で、この頃はまだ日本語は全然使えなくてですね、日本語のファイル名とかアップするとクラッシュするみたいな、そういう状況でした。はい、そのあと2年経ちまして、そろそろ日本語もちゃんと使えるようになったので、オープンソースカンファレンスとか皆さん行かれたことあると思いますけど、そういうので出展をしたりしております。その他いろんなオンクラウドですね、サポート検証とかやっておりまして、実は本とかも書いちゃったりなんかいたしました。とはいってはですね、時は流れてですね、なぜかこうオンクラウドっていうソフトウェアが、ネクストクラウドっていうものにフォークされてしまいました。いろいろ経緯はあるみたいですけれど、そのネクストクラウド社の人がですね、フランクさんっていうんですけども、もともとオンクラウドを作っていて、でオンクラウドを作っていたフランクさんが、さらにネクストクラウド社っていうのを作っちゃったというお話があります。リブレオフィスもね、もともとはオープンオフィスとかっていうところから来ているので、それもフォークがされたというのと同じような経緯だと思っていただければいいかと思います。最新版は16とかっていうのがあってですね、オンクラウドもまだ進化は続けていて10とかいうような形になっています。はい、でようやくネクストクラウドって何っていう話ができるように、なります。で特徴が4つありまして、ストレージのインターフェースをこう提供するアプリケーションソフトウェアで、ある意味アパッチみたいなもんなんですけども、ストレージのインターフェースって、基本的にシフツとかサンバとか、プロトコル的にはそのエクスプローラーだったり、そういうもので接続しないといけないものだったんですね。それがこうウェブブラウザから見られるようになります。その他にですね、スマートフォン、こちらアンドロイドですけど、アンドロイドのアプリもありますので、そのアプリを通じてファイルを操作するということができるというような機能がございます。で、いくつか、あと2つある、3つあるんですけども、今回ご紹介するのはこのオレンジのところですね。ファイルの共同作業を提供するアプリケーションを動かすプラットフォームで、ネクストクラウドもともとファイルを扱うソフトウェアとして、作られたんですけど、今、フランクさんが重点的に一生懸命やっているのが、ファイルを共同作業、例えば一つのファイルを一緒に編集したりと
まあ、そこでリブレオフィスオンラインが出てくるんですね。はい。で、まあ、どういうインターフェースか、まあ、こんな感じです。まあ、普通にこうエクスプローラーライクな画面が出てきて、まあ、これをフォルダーですね、フォルダーとかクリックすると中のフォルダーに入っていったりします。で、ファイルとか PDF とかっていうのもブラウザー上で開くと。今回ご紹介したご紹介するリブレオフィスオンラインを使うとですね、ウェブ画面上でファイルを開くことができますよと。ちょっとやってみましょうか。はい、ごめんなさい、こっちです。なんかゲートにタイムアウトとか出てますね。ちょっと心配になりますけれども、はい、よいしょ。サイボーズさんの入ってますよね、 Wi-Fi で動いてると思います。まあ、こんな感じでファイルがあります。まあ、フォルダをクリックするとフォルダの中に入っていくんですね。で、 PDF をクリックすると、おっとダウンロードになっちゃいました。 PDF ビューは入れてないんです。なんか調子が良くないです。ここに来てこういうのはこうあれですね、あのデモをやろうとすると失敗するパターンっていうやつですね。じゃあちょっと一旦それは置いておきまして、後で、ご紹介することにします。まあ、スマートフォンのアプリケーションとかもありますと。はい。で、Nextcloud の重点的に置いているポイントっていうのは、まあ、3つありまして、まあ、先ほど説明した通りの内容なんですけれども、セキュリティとパフォーマンスとコラボレーション、まあ、今回ご紹介するのは3という形になります。まあ、いろいろ細かい機能はあるんですけど、まあ、この辺りは使うことがなければあまり気にしなくていいかなと。でその前にですね、LibreOffice のオンラインで説明をしたいんですけど、種類が実はあります。種類って何って話なんですけど、提供されているところによってですね、いろいろポリシーがあって、その別のポリシーでこうリリースのサイクルですとかっていうのがありますと。実はこれ3つあるんですね。リベオフィスオンラインっていうのがあります。これはリブレオフィスから出ているものです。で、コードっていうのがあります。これコラボラオンライン社が出しているデベロッパーエディション、要するに、まあ、ちょっとまあ開発版みたいな感じですね。で、コラボラ社が出しているコラボラオンライン、これ実は3つあります。で、それぞれその、まあ、使い勝手ですとか、あとリミット、まあ、リストリクションがあったり、まあ、制限があったりします。はい。で、今回ご紹介するのはこのコードを使って、構築したサーバーという形になります。まあ、優勝のサポートっていう形であればコラボラ社のコラボラオンラインっていうのを契約すると優勝のサポートを、使わせてもらったりとか、サポートしてもらったりということができます。で、今回ご紹介するのはコードであることにご注意くださいと。まあ、このコードでの制限というのは後ほどご説明したいと思います。はい。で、 Nextcloud と LibreOffice Online というのは実は歴史は古いございまして、はい、Nextcloud の前の OnCloud の時代にですね、そもそもコラボラオンライン社が2015年11月にコラボラオンラインっていうの
まあ、リリースしたわけなんですけど、まあ、1ヶ月後ぐらいにですね、もうすぐさまコラボラ社とのパートナーシップを発表しています。2015年ですかね、はい、で、フォークしたというお話をしたと思いますけれども、まあ、オンクラウドっていうのがありまして、まあ、どちらも創業者は同じフランクさん、まあ、去年何回かお会いしたんですけど、非常に背の高いいかつい感じの方なんですけど、とてもシャイな方でいい方ですね、はい、で現状は、ネクストクラウドの CEO というマネージングディレクターをフランクさんはされているという形になります。はい、で2016年ですね、フランクさんはネクストクラウドを設立されたんですけれども、その後すぐコラボラオンライン社とパートナー契約を結んでいます。でちょっと先ほど お見せしようかなと思ったのがちょっと動かなかったんですけれども、こういう形になります。 NEXT CLOUD の画面、この上の部分ですね、の下のところにリブレオフィスのリブレオフィスオンラインの画面がこうはめ込まれているという感じになります。こういう形ですね。なので、まあ、リブレオフィスの画面がこうまあ呼び出されている、まあ、そう思っていただければいいかなと思います。はい、埋め込まれですね。で、まあ、じゃあ裏でどうなっているのかなというのをちょっとご紹介しますと、まあ、NEXT CLOUD サーバーっていうのがあります。で、もう一つ LibreOffice Online サーバー、まあ、これはまあコードなんですけれどもっていうサーバーがあります。で、NEXT CLOUD サーバーにコラボラオンラインのプラグインを入れます。 NEXT CLOUD っていうのはですね、拡張性が非常に優れていて、さまざまなプラグインを後から追加できるんですね。で追加したものが有効になると、そこで新しい機能が追加でき使えるようになると、まあ、そういったことができます。なので NEXT CLOUD サーバーにコラボラオンライン入れると、コラボラオンラインのプラグインがLibreOffice オンラインサーバーに接続しに行って、画面を取ってくると、まあ、そういう形の挙動をします。はい、じゃあその LibreOffice オンラインってどうやってインストールするのと、先ほど LibreOffice オンラインとコードとコラボラオンラインって、まあ、3種類ありますという話をしました。なんですけれども、インストール方法、リブレオフィスオンラインのインストール方法っていうのは3つあります。で、1つはまあ Docker 形式。これググってみるとよく出てくるんですけども、Docker のコンテナでプッと動くっていうパターンですね。もう1つはパッケージ、RPM とか、Dev ファイルとか、まあ、そういったもので、OS にインストールするっていうパターン。で、まあ、iCraft さんのブログとかには書かれてるんですけど、コンパイルするっていうですね、はい、結構ハードウェイだと思いますけど、まあ、そんなにでもないかな。まあ、ちょっと素人にはやりづらい感じがあります。はい、で、まあ、今回私がお勧めするのはパッケージのインストール方法ですと。まあ、これ提供されているのはコード版だけなので、ちょっとご注意はいただきたいんですけど、まあ、既存の知識で管理できるというところもありますので、このパッケージでインストールするっていうのをお勧めします。まあ、Docker 方式ですとインストールはとても簡単なんですけど、まあ、動かしてて何か動かない時のトラブルシューティングがですね、やっぱりコンテナですが Docker の知識がないとなかなかしんどいので、まあ、そこまで Docker 知らないなという方には、パッケージの方がおすすめです。で、通信の仕方っていうのはこんな感じになっております。現状は NEXT CLOUD サーバーとLibreOffice オンラインサーバー、まあ、基本的に別のものなので、別々に動かしますと。で、昔から、まあ、昔からじゃないです、NEXT CLOUD サーバーっていうのがあります。 NEXT CLOUD サーバーには、まあ、ストレージがついてまして、
ストレージのところに実際にファイルが保存されています。でこのファイルを LibreOffice Online サーバーを呼び出すとですね、そのファイルくれっていうのをこの LibreOffice Online サーバーがファイルをリクエストするんですね。でそうすると NextCloud はファイルをリベオフィスオンラインサーバーに渡してあげるんです。でそうするとそこでリベオフィスオンラインのがリベオフィスが起動して、リベオフィスがその描画したものをリベオフィスオンラインが画面として返す。で返すときにちょっとここ重要なんですけど、ネクストクラウドに返すんではなくてブラウザーに返します。ここちょっと重要なポイントです。先ほどちょっと画面でここの部分埋め込まれてますよって話をしたと思いますけど、あれは NextCloud がプロキシー的にこう透過的に見せてるわけではなくて、そのままブラウザーが LibreOffice オンラインサーバーを見てます。なのでよくある、私が一番最初勘違いしてたんですけど、 LibreOffice オンラインサーバーは外から見えなくてもいいだろうと思ってポートピッて切っちゃったんですよ。そうすると見えないエラーなんですよ。なぜかというと、ここの画面っていうのは実際はそのリベロスオフィスオンラインサーバーが実際こう直に見えてる。でなのでそこの、ネットワークの疎通とかっていうのは必ず用意してください。でさらに言うとストレージ、ここにですねファイルっていうのがあります。で必ずファイルは NextCloud 側に保存されていて、LibreOffice Online サーバー側は一時的にテンポラリとして持っているだけです。で編集して終了すると自動的に NextCloud サーバーにこうアップロードするという形になります。なので NextCloud に例えば S3 の接続方法とか、あとサンバとか SIFS の接続方法とかあったりするんですね。それも実は可能で、NextCloud が見えているファイルであれば、どこのファイルでも、LibreOffice Online の方にデータを転送して、それを編集できる。まあ、若干タイムラグが発生しますけど、それを気にしなければ、NextCloud にひっついているストレージだったりとか、S3 のデータストレージでもファイルを編集できるという形になります。はい。でちょっと今回、ご説明する構成ですね。まあオールインワンで接続する設定することもできるんですけど、あまりオールインワンはお勧めしませんと。まあ、理由は口述って書いてあるんですけど、まあやっぱり NextCloud とオンラインは編集するサーバーっていうのは一緒にあると CPU の取り合いとかメモリの取り合いをしてしまうので、まあ分けておいた方がいいかなと、はい、思います。分けるメリット、まあ先ほどですね、やっぱり NextCloud にでファイルの管理をするソフトウェアなので、まあ、ユーザーがたくさん増えてきたりするとそれなりに落とせない信頼性を求められるっていうところがあります。でそこにですね LibreOffice Online、まあそんなに信頼性がないってわけではないんですけど、それなりにこう LibreOffice が動いてしまうとメモリと CPU を食うので、そこを分けておいた方が運用中何か問題があった時に切り離せばいいよねっていう形になるので、ここは分けて別のサーバーにしておくことがおすすめです。で後から追加もできるので、まあ、そういう面でも分けておいた方がいいですね。で3番目として、まあ、結構使い勝手がいいね、みんな使い始めるねっていうことになってくると負荷が上がってくるので、まあ、この後 iCraft の村上さんがお話しされると思いますけど、LibreOffice Online を大規模に動かした時にするっていう意味でも分けておいた方がいいと思います。まあ、その代わり分ける分通信コストですね、遅延っていうのはまあ発生しちゃいますよと。はい、で今回入れる LibreOffice Online 必要な情報ですと、まあ、Ubuntu に入れました。です Ubuntu は、まあ、サーバーエディション入れれば OK です。 NextCloud は最新の16を入れていますと。でコラボラオンライン、まあ、コードを使うとき、まあ、コードじゃなくても
動くんですけど、イベルフスオンラインのアプリっていうのが、まあ、3.3.5 を使いますと。で、リベルオフィスオンラインのバージョンはコードの 4.04 ですけれども、コラボラオフィスとしては 6.0 になります。はい。で、構築する順番ですね。まあ、こんな感じでインストールしていきます。まあ、これは公式、ほぼほぼ公式のもので問題なく動きます。ちょっと気をつけなければいけないのが、リベルオフィスオンラインのこのストレージの部分と、セキュリティですね。ここの部分が、まあ、気をつけなければいけないポイントですと。あとは証明書を入れてください。レッツエンクリプトとかで全然大丈夫です。はい。で、まあ、リバースプロキシを入れます。で、そこまでいくと、リベルオフィスオンラインに動きますので、まあ、それを次は NEXT クラウド側で設定します。まず、アプリをインストールします。アプリをインストールしたらですね、ここにコラボラオンラインサーバーの URL ポートっていうのがあります。まあ、こう入れていただくといいと思います。で、余りポイントの3つ。まあ、SSL 証明書を気をつけましょうねと。はい、よくやるんですけれども。で、もう1つ、リバースプロキシ。リバースプロキシを設定するときに、まあ、デフォルトのインデックスとか、まあ、残っている動画内で外しておきましょうと。で、リベルシスオンラインで SSL Enable と SSL Termination、Enable の場合は SSL で通信しますよって話です。で、Termination は、リバースプロキシが SSL をするんだったら Termination をオンですと。で、リバースプロキシが SSL 通信しないんだったら、Disable にしておきましょうと。はい。まあ、あとネットワークの話ですね。まあ、いろいろ便利な使い方はあるんですけれども、ちょっとご紹介するのがですね、NextCloud 16の新しい機能として、ダウンロード禁止モードっていうのが追加されました。これダウンロードっていうのは昔はあったんですけど、今なくなりました。なくなることができるようになりました。こういう4つのモードができるんですね。ファイルの編集のありなし。で、ファイルのダウンロードのありなし。そうすると、なしの時は、まあ、閲覧のみっていうのができるんですね。もしくは編集のみ。まあ、こういう形の設定ができるようになりました。そうすると、編集あり、まあ、これ通常ですね。ダウンロードもできるし、編集もできますよ。で、これは編集がない。だけどダウンロードができる。まあ、閲覧も当然できるんですけど。で、編集はあるけどダウンロードできない。まあ、そういうパターン。で、どちらもない。編集もできないし、ダウンロードもできません。まあ、こういう4つのパターンができるようになりました。まあ、このパターンの時ですね、例えば、オフィスを相手が持ってない。なんだけど、ファイルを共有したい、見てほしい。っていう時には、NextCloud から共有ボタンを押して、編集なしのダウンロードなしっていうチェックボックスを入れていただくと、その URL は、この画面が出て、ファイルを閲覧できるけれどもダウンロードできない。そういうことができます。もしくは、ただ単に一緒に編集したいんだけどダウンロードさせたくないっていうパターンの場合は、これですね。ダウンロードボタンはなしで、編集ありにすると、編集はできる、要するに共同作業はできるんだけれども、ファイルはダウンロードできません。まあ、そういうことができるようになります。はい、で、NextCloud 翻訳、まあ、先ほどちょっとですね、翻訳の話を聞いたんですけど、コミュニティで翻訳されてますので、皆さん、協力をお待ちしております。はい、あと、1分ですね、はい。ご清聴ありがとうございました。